ご来賓の皆様、日本国総務大臣の武田良太です。この素晴らしい今年の IGF を締めくくるにあたって、私から一言申し上げる機会をいただけることを光栄に思うとともに、この危機下で初めてのオンラインの IGF を成功裏に開催された国連事務局やマルチステークホルダー、アドバイザリーグループ、そしてセッションの企画や議論に貢献されたすべての参加者一人一人に敬意を表します。私たちはこの新型コロナウイルス感染症の流行によってインターネットの持つ力を再認識しました。この危機下であっても、インターネットは世界中の人々をつないで生活や経済を維持するとともに、国連の掲げる SDGs を達成するための基盤となっており、今やインターネットに接続できているかどうかが人々の命にさえ関わる事態にもなっています。社会が今回の危機から回復し、新たな日常の中でも持続可能な成長を続けるには、今年の IGF のテーマの一つにある通り、すべての人々がインターネットにつながり、安心してデジタル社会に参画できるようにすることが重要です。一方で、インターネットが社会や経済に浸透することに伴って、プライバシーやセキュリティなど、さまざまな課題が現れているのも事実です。それらの課題に対処し、インターネットに対する信頼を強化することは、より自由なデータの流通を可能にし、分断のない一つのインターネットの発展を実現するために極めて重要です。世界中の人々のインターネットの利活用を促進し、信頼性のある自由なデータ流通を推進するため、総務省は今年の IGF においてもオープンフォーラムを主催し、好評を得ました。このようにインターネットにまつわるさまざまな課題の解決に向けて、自由闊達な議論を行う場として、IGF の果たすべき役割は今ますます大きくなっています。そうした中で、これまでのインターネットガバナンスの議論を牽引してきた IGF の機能をさらに強化する IGF プラスが、グテーレス事務総長から提案されました。私はこの提案を強く支持します。インターネットは特定の立場の者がトップダウンで管理するのではなく、さまざまな関係者が対等に運営に参加するべきです。IGF は世界中の人たちがオフラインやオンラインで一堂に会して議論する、まさにマルチステークホルダーアプローチを体現する場です。IGF の場で全ての関係者が互いに学び、理解し合うことで、より良いインターネット空間の発展が可能になると私は確信しています。我が国は2023年に IGF を開催します。マルチステークホルダーによる議論をさらに発展させ、行動に移すことで、包摂的で革新に富んだインターネットの発展に貢献してまいりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。